一体何を考えてるの？一体何が起こってると思うの？言ってみりゃ分かる。私怖い。私お父さんを信じたいわ。俺もだ。 西が子にいることを話したのは、おめでとう。おかげで西は殺されましたよ。よしこ、責めるのやめろ。よしこはただ親父に騙されただけだ。騙されただけ？これでまた日本中が騙されるんだ。 来る途中で見たろ。貨物列車にぶつけられてスクラップのように潰された自動車を西はあん中にいたんだ。俺の言うことが信じられないのか。じゃあ見せてやる。西がどんな目に遭わされたか見ろ。 この瓶とこの注射器の破片を。 西はな、これで薬用アルコールを静脈に注射されたんだ。そして俺がもしもの場合にと置いていった自動車に失神状態のまま押し込められて貨物列車にぶつけられたんだ。酔っ払い運転、西の繊維感も 死の努力もこの破片地の汚名を着せられて簡単に葬られるんだ。よしこ、よしこ、よしこ、達夫、頼きや。 板倉、いや、本当は西。こうなっちゃ二度とその西に戻れない西だ。おい、聞いてくれよ。あの西が殺された自動車は俺の車だ。つまり西の名義になってる。
西は西の車で死んでいる。板倉の俺には何にも言えない。こんなことがあっていいものか。西が急に殺される、それは確か。しかしそれが分かっていても、この俺には何もできない。いや、和田さんも殺された。和田？課長補佐の和田さんだよ。あの人は夕べまでここにいた。しかし今はもうどこにもいない。どうせ一度死んだはずの人だ。始末すんなわけないさ。それから夕べ何もかも白状した森山を連れて行かれた。これで今俺は吐き出した物的証拠の隠滅も済んでる頃さ。全て俺には分かってる。何もかも恐ろしく簡単で醜悪だ。しかし俺には何の証拠もない。何も言えない。どうしようもないんだ。